こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。腎機能と血圧の関係のお話です。若年者の大半の腎疾患は会社や地域の検診で発見されます。しかし高齢者の腎疾患は検診で発見されるのは一部で、大半は血尿や高血圧、浮腫、だるさ、食欲不振といった何らかの症状によって気づく場合が多いのです。遺伝的素因に環境因子が重なって起こると言われる本態性高血圧で、若い頃から血圧が高いまま何年も経過すると腎臓の小動脈に動脈硬化が起こり、腎機能が低下して腎硬化症になっていきます。腎硬化症は進行が遅く、最初タンパク尿が出てもすぐには悪化しないので、油断しているうちにゆっくりと腎不全が進み、血圧が一層高くなって腎障害が重症化し、腎功透析にかかることになります。二次性高血圧の中で最も多いのが腎性高血圧で、子宮体炎や腎盂腎炎が原因で腎機能が低下すると徐々に血圧が上昇し始めます。高齢者でそれまで高圧剤で安定していた高血圧が急にコントロールができなくなったときは、熟上動脈硬化による腎血管性高血圧を疑います。腎動脈が狭窄して腎血流量と糸球体ろ過量が低下すると、某糸球体装置の下流細胞からレニンというペプチドが分泌され、レニンはアンジオテンシンという強力な血管収縮作用のあるタンパク質を変性します。アンジオテンシンには副腎皮質ホルモンのアルドステロン分泌を促して、ナトリウム再吸収を促進、水を貯留するように働くので浮腫を招き、血圧が急上昇します。では本日のお話はこれで終わります。